どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリインボーク大感謝ガシャチケットを毎日10枚配布されていますが、現在120枚貯まったので、今回はね、前々から言ってた通り100連、ずつ引いていこうかなと、はい、思います。で、このガシャなんですけど、まあ、過去に登場した、スペシャルガシャで、ね、登場したキャラクターたちが、一度にね、集まって出てくるということで、まあちょっと提供割合の方を見て、ラインナップの方も確認していきましょうか。SSR は 1%、あ、ピックアップですね。ピックアップの SSR が 1% で、その他、プレミアムキャラたちが 4% で出てきて、合計 5% で出てくると。なんで、まあ20回引けば1体は出てくるよということですね。まあこんな感じですかね。うん、結局最後の最後まで、僕はゴールデンウィークリゼをですね持ってなかったんで、ちょっとこの機会に引けたらなと思うんですけど、いやーいたね、あのクリスマスアキラ、クリスマスひなみとかってさ、その季節もののキャラクターで唯一プレイアブルキャラクターになった、キャラクターで結構面白かったんですけども、こういうね、あのなんだろう、ハロウィンひなみが強いよとか、なんだお雛様ひなみが強いよとか、そういう特徴があってもよかったんじゃないかなと思います、このゲームには。はい。で、まあ、最近で言うと、ハイセイとかいろいろ、もう確定で1体はずっと集めてたんで、持ってないとしたらクリスマス、クリスマスの、2人もね、結局使わずに RC ポイントのために売っちゃったのかな、多分どっちか持ってたと思うわ。アキラかな。で、フクロウも引いてないんだったね、スペシャルの。フェスの方は引いたんだけど、多分フェスの方が火力出るんじゃないかな。まあ、スペシャル持ってないし、性能も見たことないからあれなんだけど。あと、あれだね。黒岩の方も持ってないね。暴走新たの。で、まあ、最近、ハイセイとか、フルタとか、まあ、引いたんだけど、ハイセが、熟練度をまだ全然上げれてないということで、まあ、ハイセが欲しいですね。今回、狙い目としては、ハイセとリゼあたりですかね。まあ、使いたいとすれば。はい、ということで、まあとりあえず100連引くんで10連を10回ですね引いていきましょう。これ、あ、待て、これステップアップガシャじゃないよね。だから、最近のフェスで言うと3ステップ目と5ステップ目、まあ今来てるスペシャルガシャかな、石使って引く方ね。石使って引く方は3ステップ目と5ステップ目に1体 SSR は確定で出るんで、しかもピックアップのやつ。そうだよね。なんかそういう仕様になったっぽい。さあ、20連目。まあ、10連目はね、安定の SSR なし。そして20連目も安定の SSR がなしということで、まあ、サクサクいきますか。まあ、ここら辺ちょっと。あ、待って、ボックスがやられちゃうかもしれない。おっと、SSR 来たよ。さて、1枚捜査官ということは、ハイセイの可能性がワンチャンあるのではないだろうか。お、いいね。この忘れた、そう、このアリマも引いたんだよね。しかもその映画公開記念として登場した時ではなくて、その1年か1年半後ぐらいに引いたんだよね、俺は。でそっから結局使ってないっていう。かっこいいんだけどね、鳴る神の音が好きなんだよね。ウカククインケを打つ時の音っていうのかな、シャコンシャコンシャコンっていう音がね。さあ、今回グールですよ。グールということはリゼかフクロウか、もうタラララララランが聞こえた瞬間にクリスマスひなみっていう可能性もまあなきですよね。さあ、50連目。まあなかなか太っ腹ですよね、この毎日10枚くれるっていう。しかも今回メンテナンス第24回の占領戦始まってから、突発でね、路地裏の決闘かが始まったんですけど、まあこのクエスト、あれですね、多分系統としてはなんだっけ、アンティーク攻防戦とかと同じ扱いと見てるんだけど、チケットがいっぱい落ちるんですよ、武器強化素材交換チケットが。だからそれと同じ部類だと思ってるんですけど、まあ A しかないの、ん、今まで A だけだったっけ。まあ A しかないのと、あと歌ですね、うん、格じゃ歌が落ちるっていう。
まあ、運営からの優しさですね、ここは。もうそう、ガシャで出したとしても、まあ、みんな石ないし、どうせ引けないし、まあ、確定で、もらえるということでね。まあドロップ率もあるんだけど、まあほぼほぼ周回してれば確定で落ちるんじゃないでしょうか。まあ、確定枠あるってわけでもないけど、飛行回数ね。さあラスト20連だが、でまあこの調子で行くんだったら、次はね、金木と古田がもしかしたらこんな感じでクエストのドロップとして出てくれるのかもしれない。ただ熟練度 100% をするってなったら結構きついよね、やっぱり。なかなか渋いな。まあこんなもんか。おっと、最後の10連でまさかのボックスがいっぱいになっちゃうっていう。だいぶ拡張したんだけどな。レアキャラでさ、さすがにさクエストの A とかはクリアできないよね。 SR でもきついと思うけど、レアキャラでさすがに今のイベントの A とかってクリアできない。普通のイベントね、今路地裏の決闘じゃなくて並行してこうずっと RE のイベントだよ。今月山とカナエが来てるのかな。なかなかそういう縛りもやりたかったんだけどね、時間がなくてね。さあラスト10連です。さあラスト、最後の最後で SSR が来てくれるということは、2枚3枚と、あ、入っててもいいんだけど、見せてくれ俺に神引きを。最後の最後で、お、来たね、2枚。夏また懐かしいキャラが、ウタさんと、どっちも初期のキャラですねどっちもさ、初期のキャラで、俺がめちゃくちゃ動画で使ってたキャラなんだが、この2人めっちゃ動画で使ってた記憶あるわ。錦に関しても、歌に関しても、ブレイカーの歌とかずっと使ってたからね。はい。というわけで、お疲れ様でした。また、チケット100枚貯まったら引いていきたいと思います。ではまた、次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。